祝庄司。庄司ゆう子です。久々シャトレーゼさん行ったら新商品もたくさん出ておりました。新商品を含むカットケーキ10種類とデコレーションケーキとロールケーキを食べます。買いすぎちゃった。いただきます。まんまる白桃ケーキ、かわいい。ちょっとお尻の割れ目から切ります。まさにパッカーンやね。桃太郎は入ってないじゃろ。桃の味わいがふわーっと広がります。中がムースになっているので食感はとにかく滑らか、溶け込んでいきます。中のねジャムが甘酸っぱくて美味しいラズベリーソースのようです。合うね。桃とスモモのトルテ、トゥルントゥルンやね。トゥルントゥルン、桃の甘さがダイレクトに伝わります。スモモが優しい酸味がある感じです。桃の甘さとスモモの酸味がちょうどいい。山形県産白桃のプレミアム純生クリームショートケーキ、これ絶対うまいやつやね。すごい桃がねめっちゃ大きいカットされて乗ってますね。ね、うまい。純生のクリームがスッと溶けて入ってきます。トッピングの果肉がシャクシャクしててみずみずしくてフレッシュな桃の味わいです。白桃のカップデザート、桃の果肉がすごいね、たっぷり入ってます。まあトッピングの桃はそれぞれのケーキによって柔らかさとかテイストがちょっと違うっていうのかね、さすがですね。白桃ムースと紅茶のジュレ、爽やかなジュレです。ゼリー状になっているので食感も楽しめますね。紅茶が甘い、爽やかな甘さです。この2つはよく合いますね。果物いっぱいフルーツボンブ、
ほんとどこ見てもフルーツ。嬉しいな。いろんなフルーツの味わいがこの1個のケーキに凝縮して美味しい。そこのスポンジがココア生地になってて、これもね、いいアクセントになってます。でかいバナナ入っとる。北海道産マスカルポーネのレモンチーズモンブラン。コク深いチーズの味わいです。中に入ったレモンソースがよく合います。ふわふわスフレチーズケーキ、これね200円なんよ。激安。うわ、シュワって。ほどける、シュワホロ。チーズの味わいが最高です。もう食感が何とも言えんですね。おいしい。パリチョコショート。いろんなチョコレートの味わいがします。ビターだったりマイルドだったり。甘さはねそこまで、ね、強くないです。控えめです。クリームはねとろけてますね。っていうかこれ溶けてますね。美味しいよ。パリパリはね、この薄い板チョコがね挟まってるからね、これがねパリパリなんです。スペシャルいちごショートケーキ。カットケーキの最後は定番中の定番、ショートケーキです。ホールでいきたい。このクリームのすっきりとした甘さとしっとりとしたスポンジ、そしてこの綺麗なイチゴ、これが一つになって最高の美味しさです。祝勝寺食べます。夏のフルーツキューブデコレーション。いろんなフルーツがさん乗ってます。メロンまである、ほら。甘生地までおる。なんか祝ないかな。
多分マンゴームースかな。すごいトロピカルな感じで美味しいです。旬ロールサマープリンセスいちご、最後ロールケーキです。わ、ロールの生地も美味しいし、クリームも最高です。甘さはすごく控えめで、シャトレーゼさんの小分けのロールケーキも大好きなんで、この大きさで食べれるのは幸せです。ごちそうさまでした。シャトレーゼさんの新商品を含めた各種ケーキ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。桃のシリーズがいっぱい出てましたね。メロンと桃、バナナやね。